平瀬慎太郎タロウ2月28日から1939年9月9日は日本の海類学者。父の平瀬セ・一郎や同年代の黒田徳前らと共に日本における海類学の発展に寄与した学者の一人である。西球津外科の巻貝の一種平瀬銀エビス・ジェネビス、アーゲンティアニティンズ・平瀬を使いたき、1943は平瀬の功績を記念した。 県名がなされている。1884年、平瀬与一郎の長男として、淡路東福良に生まれた。旧制の京都府立、第一中学校、第三高等学校、京都帝国大学文学部を卒業した。京都帝国大学では、心理学を学んだが、東京帝国大学の理学部動物学科に進み、大学院で軟体動物を研究した。 この時の論文、寄生ラの一種についてが、当時の動物学雑誌に掲載されたのを皮切りに、生涯に43三編の論文を書いた。1920年から、明治大学予科で自然科学の講義を行い、1923年からは、厚生大学予科と専修大学予科でも講義を行った。1925年に、旧生成形高等学校の教授に就任した。 1928年、日本海類学会が設立された際には、黒田徳前らと共に発起人の一人となった。1934年には、天然色写真、日本海類図譜を出版した。これは1360種の海類を掲載した図鑑で、図版、学名、和名、産地が記録されていたが、詳しい説明がなかった。しかし当時はこれほどの図鑑がなく、 広く利用された。さらに平瀬は、俗巻の出版を計画し、日本海類図布の不足分を補う、各種説明や美小海類図説の用意を進めていた。しかし1939年に、東京の自宅で病没し、その出版を見ることはなかった。残された海類標本は、三池に渡ったが、太平洋戦争の混乱で多くが消失。平瀬が、 続巻きのために用意した遺構も、また繊細で散逸した。戦後、滝磯の増歩改定を経て、昭和26年に、天然色写真版日本海類図鑑が出版された。ありがとうございます。